こんにちは、みりんです。初期武器縛り G 級ツアー歌唱第9回。主要対象はベリオロス亜種になります。使用武器はメタルバグパイプ。何もメタれないただのパイプですね。スキルはこんな感じ。相変わらずの火力盛りに今回は笛吹き名人採用。まあ言うことはないでしょう。アイテムもいつも通りの爆弾祭りがあるくらいなのでもういっそ省略。それではモンスターにも軽く。ベリオアスといえば、高い機動力と移動竜巻による笛の被弾でしょうか。その観点において狩猟笛とベリオア種の相性は非常にいいと考えています。あと隙の小ささや移動速度、頭の殴りやすさと、素人でもどうにか食いついていける程度にはやりやすいなと。基本的な動きとしては振り向きやタックル、ブレスの際に後方攻撃やぶん回しを当てる程度でしょうか。隙を見て頭だけを殴ることで自然と移動が増え、それにより移動竜巻の軌道から外れる形ですね。尻尾攻撃は感覚でフレーム回避しましょう。狩猟笛の使い方知らないのであんま下手言うと刺されそう。雑に後方攻撃を多用してるけど、何が正解なんだろうか。あと移動竜巻。ガンダムに動きつつ、ベリオア種が兵と向けている対象に追尾する厄介な G 級モーションですね。これは正直動き続けていれば特段被弾しやすいということはないため機動力の高い武器なら案外雑にどうにかなりそう。ただ、初期武器でヘビーとか選択したら正気あるのか純粋に疑問。走者待ってます。さてそろそろ映像的に見どころあるとこまでカット。と思ったけど今回は案外コンスタントに攻撃できてて見どころがない。なので毎度おなじみあのコーナーに頼ることとしましょう。というわけで5秒後に彼が来るあたりの時間。というわけでエビルさんちの今日のご飯。今日は少年の腐ったゴミ生肉をいただくようですね。やっぱこのシリーズ乱入率が異常なんだわ。もうちょい火力ある武器を持たせてくれ。せめてインバとかカービィあたりが使えればもう少しテンポの良い狩りを動画にできるんですけどね。お嬢様完食なされた様子。さすがに邪魔されたくないので逃げましょうか。と思ったけどベリオがなかなか帰ってくれない。事故なんて発生させませんからね。混合体もついてますし事故強化戦術も続いてる。まあ事故るはずがない。事故死を期待したやつへ、うちはそういうチャンネルじゃありませんからね。配信やってると事故を期待する流れが多くて困りますわ。うまくはないが雑に死ぬこともないんだよな。なんで？そうはならんやろ。なっとんやろがい。なっとらんやろがい。いやまあね。事故はこれくらいですよ。そうポンポン取れ高あったら動画撮影なんて苦労しません。だいたいアニメに事故を期待することが間違ってるんですよ。私が失敗したことなんて生まれて一度もないですからね。あ。普通に決まってんだろバカ野郎。失敗したことない奴がこんな底辺で動画投稿者なんてやってねえのよ。というかこれの撮影が年末で、死んだことなんて忘れててここ編集しながら自分で驚いてますからね。配信で事故はないって案に言っちゃったんですけど、ここまで編集してリテイクとか嫌なのでもうこれでいいですけど。そういえば今回爆弾祭りやってないや。もう30張り出し今のうちに使っちゃいましょう。優先度高い部位の耐久値が低ければ高確率でヒウムは、雑においてダメージなるわで初期武器だとクソデカダメージソースですからね。なんだったらベリオ相手なら序盤にトゲ破壊目的の使用も推奨されますし。ま、雑に置くと頭に座れるけど。ご存知でしょうが、ベリオロスなどは怒り時に頭ひるみを起こすと確定で反撃の噛みつきを行うためお気をつけて。まあ噛みつきが来る1、2時弾を置くだけではありますが。3連突進。めんどくさい。ベリオの3連突進はレイヤーと違って時間かかる上にサイドステップも行うのでとても退屈ですわね。その分確定威嚇が入るのでガンナーからはデレ行動なのかな。まあ爆弾祭り中なので早く来てほしい。おや？まだ35分ですよ。なんならまだ爆弾9個残ってますけど。まあでも瀕死ならこれで終わりですね。それではあとは捕獲ですね。先行ボイ。もう一個ボイ。あ、一つ目で落ちてきた。それでは対戦ありがとうございました。クリアタイムは36分4秒。ベリオ足は体力少ないので微妙ですが、爆弾9個残し出しいいでしょう。次回動画はガチ見てー。ネタ模索はしてるものの、動画化するほどでもないボツが多すぎる。それでは以上でおしまいです。ご視聴ありがとうございました。